松井雄介は、地方競馬の笠松競馬場、田口照彦九社に所属していた元騎手である。2002年3月31日付で、地方競馬騎士免許を取得。同年4月1日第1回笠松競馬1日目、第9競争サラ系、C7 組選抜戦総研アリダーで、初騎乗。同年4月5日、第1回笠松競馬5日目第1競争荒系、 A13 組条件戦を、ゴンゲンモネックで優勝し、初勝利。2004年3月22日第18回全日本、新人王総派戦出場。2006年6月17日第4回京都競馬1日目、第9競争落南特別でオグリホットに起場し、中央競馬初起場。同年10月20日第12回笠松競馬第5日、第6競争サラ系。 C8 組 A 条件戦を、三脇横ちゃんで優勝し、1830戦目で、地方競馬通算100勝達成。2008年5月14日、第3回笠松競馬、第2日第3競争さら系、C8 組条件戦を山のコスモスで優勝し、2842戦目で、地方競馬通算200勝達成。2009年12月14日、 第15回笠松競馬第1日第1競争ラ系 C30 組選抜品馬戦を YS ソフィアで優勝し地方競馬通算300勝達成2010年3月5日第25回名古屋競馬6日目第10競争第35回スプリングカップを LN で優勝し重賞初制覇2019年10月11日笠松競馬第8競争を ストロベリーキングで優勝し、地方競馬通算千1 0 0勝達成。2021年4月21日、笠松競馬所属の機種や調教師らによる馬券購入が発覚した問題で、競馬関予定し1年の処分を受けた。地方通算成績は1 3 0 6千千二百2 7 6勝2着百2 6 8回3着三3 2 0回。 勝率11.3%、連帯率22.5%中央競馬48戦、低勝2着1回3着2回。ありがとうございます。